こんにちは、斉藤直樹です。皆さん、こう思ったことはないですか？なんで俺こんなに頑張ってんのに評価されないんだろう。一生懸命作ったのに、はあ、誰にも届いている気がしない。そんな風に絵を描いている人はもちろん、何かを表現している人なら特に、こういった悩みを抱えている人は少なくないんじゃないでしょうか。今回は僕がプロのイラストレーターを続けてきて学んだ、これをやればあなたの表現が広く多くの人に届き、そして評価されやすくなる、そんなポイントを紹介していこうと思います。この動画を見ていただければ、あなたの表現したものが見た人に評価されやすくなる、つまり見た人の心に届きやすく伝わりやすくなると思います。この動画はですね、実は数年前に同じことを話したんですが、チャンネルがねバンされて消えてしまったんですよね。で、探してもデータが残っていなかったんですけど、かなり重要な内容をお伝えしている動画なので、改めて今の言葉で皆さんにお届けしようと思って撮っています。さて、世の中にどんどん評価される人と、なかなか評価されない人、その違いって何でしょう。それは作者が何かを作るとき、3つの P、 つまり 3P 問題を意識しているかどうかで決まると思います。あなたの絵が評価されやすくなる3つの P、 それは誰に何をプレゼントすべきか、いつプレゼントすべきか、自分がプレゼントすべきなのかです。そう、3つの P っていうのはプレゼントの P なんですね。だけど、ちょっとこれだけだと何言ってるか分かんないですよね。順番にお伝えしていきますね。一つ目の P、 誰に何をプレゼントすべきか。これを考えることで、そもそもあなたの作品が伝わるかどうかが決まります。この P は最初にお伝えしていますが、3つの P の中で最重要項目です。というのも、これを考えなければ、そもそもあなたの表現を見ている人が受け取ってくれないからです。誰に何をプレゼントすべきなのか、これね、誰にと何をが2つ問いが重なっていますが、この2つは切っても切り離せないので1つにまとめています。まず、誰にっていうのは言い換えるとターゲットとも言えますね。あなたのイラストを誰に見てほしいのか、そして何をその人にあげるのかという問いです。例えば、男子中学生にイラストを描いてあげる場合、相手は、つまり男子中学生は何を欲しがっているのか、どんな作品を欲しがっているのか考えるわけです。男子中学生といえば、甘酸っぱい青春なのかもしれないし、血湧き肉踊るようなね、熱い戦いなのかもしれないし、もうね、キュンとするような可愛い女の子のイラストなのかもしれません。答えはね、一つではないと思いますが、パステルカラーの可愛い動物のイラストとかになっちゃうと、ちょっと多くの男子中学生が欲しがるものには当てはまりそうにないですよね。いや、そういうのが好きな男子中学生もいるでしょうと思うかもしれません。はい、その通りだと思います。ちょっとね、狭い範囲になってしまうかもしれませんが、届けたい人に作品が届けば全然ありですし、ちょっとね、ラッキーでこっちに届けようと思ったのに結果的に違うターゲット層に届くのも、それはそれで全然 OK だと思います。でも、多くの場合そうはうまくはいきません。きちんとターゲットを考えられていない場合、自分が何を発信したいのかと相手が何をしてほしいのかがちょっとごっちゃごちゃになってしまって、血湧き肉踊るようなかっこいい戦いをパステルカラーで描くみたいに、ちょっとね、ちぐはぐでミスマッチな表現になってしまうことって結構あるんですね。はい、ここで大事なのが、男子中学生をターゲットにする場合、本当に望ましいのは、広い意味での一般的な男子中学生に向けた作品作りをするよりも、あなたの身の回りにいるような男子中学生、つまりあなたの友達や兄弟、親戚などを実際に喜ばせることを想像しながら作品作りをするってことです。さっき言ったように、一般的な男子中学生をターゲットにというふわっとした状態で作品作りをしてしまうと、パステルカラーが好きな男子中学生もいるっしょ、ちょっと子供っぽくなっちゃったけど、でもこういうのが好きな男子中学生もいるよねみたいな風に、なんとなく目的がぼやけてしまうことって結構あるんですね。そうなると、自分が想定した相手に届きづらい表現になっちゃうってことなんですよ。でも、あなたの身の回りの実際の人を想定して作品
品を作れば目的がその人に満足してもらうためですから、妥協せずに作品作りをすることができるようになるんですね。まあでもその分ね、あまりにも特殊な思考を持った人を想定してしまうとそれはそれで問題あるんですが、そうでもない場合にはすごくおすすめなやり方です。実際にね、マーケティングの世界でもペルソナ分析法といって、ターゲットとなる人物の人物像までありありと想定して、その人をね本当に満足させるためものづくりをするというやり方があります。例えばね、あるデパートでは20代30代の女性に向けた商品を作る場合、その女性のプロフィールをここまでありありと想定するそうです。栗谷川千鶴さん、29歳、専業主婦、夫は32歳で長女は3歳、都内在住、趣味はカフェ巡りと友達とランチ、料理とおしゃべりも好き、そしてね、インスタグラムで料理系のアカウントを毎日チェックしている、そしてね、自分も料理のブログを開設していて、友達とのやり取りは LINE かインスタグラムの DM なんていう風にね、なんかもう趣味だけじゃなくてインスタはやっているのかとか、友達との連絡手段まではっきりとイメージされているんですよね。ここまで想定することでより効率よくユーザーの視点に立った商品開発ができるようになり、ユーザーが求めていることを商品に集約することにつながるのだそうです。これはですね、イラストを描くときにも同じです。あなた自身がプレゼントしたいものはもちろん大事なのかもしれませんが、それより何より、あなたが作品を伝えたい相手が何を欲しがっているのか、何に興味を持っているのか、それを考えることが大事だということです。それがね、ちぐはぐになってしまっていたり、表現の目的と手段が一致していないと相手はあなたのメッセージを受け取ってくれない、あるいは受け取りたくても受け取りにくくなってしまうんです。あなたが作品を伝えたい相手は誰ですか？そしてその人物は何を欲しがっていますか？実際にね、知り合いを思い浮かべてもいいですし、今紹介したようにペルソナを実際に作ってみてもいいかもしれません。ぜひ考えてみてください。2つ目の P、 いつプレゼントすべきか。これを考えることで伝わる広さが変わります。これは時期だったり時間だったりします。ある特定の日である場合もあります。分かりやすく言えば作品を発表するタイミングのことです。これはツイッターでイラストを投稿する時間のことを考えてみるととても分かりやすいので、実際にツイッターでイラストを発表するタイミングを例に紹介していきます。最初にね、分かりやすい例を示すために一番ね、極端な例を言いますね。皆さんはね、こんなことをしないと思うんですが、例えばハロウィンのイラストを正月に発表したらどうでしょう？なんで今ってなりますよね。まあちょっと唐突すぎるのでね、目を引く場合はあるかもしれませんが、多くの場合それを見た人は当然ね、ハロウィンの気分ではないですから、全然心に引っかかることはないでしょう。なので当たり前ですが、いいねもリツイートも伸びません。まあね、そこまで極端な間違いをする人は少ないかもしれませんが、もうちょっとね、例えを出すと、ターゲットになる人たちがツイッターを見ていない時間帯にイラストを投稿してしまうという間違いは結構やりがちだったりすると思います。これなんでそういうことが起きるのかっていうとですね、一つの作品を作り上げることってまあまあ大変じゃないですか。なので出来上がったらすぐにみんなに見せたくなってしまう。だからついつい作品を書き上げた瞬間ツイッターに投稿したくなっちゃいませんか？その気持ちはすごくわかるんですが、ちょっと待ってください。それ受け取る相手のこと考えてますか？あなたがターゲットとして想定しているのが男子中学生の場合、ツイッターを見ている時間帯っていつでしょう？それを考えるのがめちゃくちゃ重要だってことです。だってツイッターを見ている時間帯に投稿があれば、より多くの男子中学生に見てもらえますよね。でも作品が出来上がった時間帯が夜中の2時3時だった場合、あなたがいくらね、この作品最高、早く見てと気持ちが高まっていたとしても、世の中の男子中学生のほとんどは寝静まってます。そんな時にね、いくら作品を投稿されても見てくれないですよね。まあその他にもね、細かい例を挙げるとすれば、まあ、例えばちょっと皮肉混じりの厳しいネタの投稿だとしたら、受け取る側が心に余裕がある週末に投稿しようかなとか、逆に週の初めにはみんなが元気になれるようなネタを投稿しようかなとか、夜はみんなが疲れているかもしれないから、ちょっとほっこりするようなクスッと笑えるようなイラストを投稿しようとか、いろいろと作戦を立てるのも楽しいかもしれません。いつプレゼン
点とすべきなのか、この2つ目の P を考えることで、あなたのターゲットとする人の気分とあなたの作品のメッセージ、この2つがタイミングがバッチリ合った時にはすごい効果を発揮します。伝わる広さがめちゃくちゃ変わるんですね。うわー、こんなイラスト見たい気分だったの、あるある、みんな見て、みんなもこんな気分じゃない。そんな風に広く拡散されて効果が倍増するのもこのタイミングの問題が大きかったりします。いやでもさ、頭では分かってるけど、でも作品が出来上がった瞬間ついつい嬉しくなっちゃってさ、もう投稿するのが我慢できなくなっちゃうんだよねっていう人多いですよね。分かります。っていうか僕もそうです。そんな人にはね、予約投稿が便利です。僕の場合には Twitter の予約投稿機能を使っています。予約投稿機能を使うとね、設定した内容のツイートを設定した時間帯に投稿するようにできますし、投稿前なら何回もツイート内容を編集することができます。何よりもね、早く投稿したいと流行る気持ちを擬似的にでも一旦投稿することで一旦落ち着かせて冷静になることができるんですね。まあ、Twitter のね、予約投稿はスマホからはできないんですが、パソコンからすることができるので試してみてくださいね。3つ目の P、 自分がプレゼントすべきか、これを考えることで伝わる深さが変わります。あなたがそれを表現すべきなのか、あなたが書くべき内容なのか、それを考えることが重要だよという意味です。3つ目はね、割とさらっと説明しますが、めちゃくちゃ重要です。これを無視してしまうと最悪の場合、反感を持たれたり怒りを買ってしまって無駄にね、炎上してしまうことすらあるかもしれないからです。あなたがそれを表現すべきなのか、別の言い方をすると見ている人の納得感とも言い換えることができると思います。例えばね、分かりやすい例で言うと、全く好きでもない作品の二次創作をするというのがありますよね。こういう場合ね、見ている人はかなりの確率であなたのその作品に対する愛情のなさを見抜きますね。場合によっては作品の良さではなくて、あなたの心の裏側のね、好きじゃなさだったり適当さの方が相手に伝わってしまって反感を持たれてしまう、そんな風にもなりかねません。なんなんこいつ、人気の上積みばっかり作って自分が目立ちたいだけじゃん、そんな風にね思われてしまっては嫌ですよね。まあね、どのくらい好きだったら書いてもいいのかについては議論があるかもしれませんが、まあそこは置いておきましょう。あくまでここで言ってるのは本当に全くその作品に興味関心がない場合の話です。あとはですね、自分が関わってきた仕事や立場なんかも影響すると思います。ある程度年齢を重ねた人物が人生のほろ苦さを表現すれば、それはね、見ている人にとっても納得感がある表現として普通にね、あ、そうなんだと受け入れやすいかもしれませんが、まあ、例えばね、高校生とか中学生が人生はこういうものであるみたいなね表現をしてしまったら、見ている人の大半はお前みたいな若造に言われたくねえよなんて思っちゃうかもしれませんよね。そんな風にたとえ作品に込められたメッセージが素晴らしいものだったとしても、あなたがそれをプレゼントするのにふさわしい立場でなければ、相手はちょっとね、あなたのメッセージを受け取りにくくなります。例えば見ず知らずの誰ともわからない人にね、すいません結婚してくださいってダイヤモンドの指輪を渡されたとしたらどうですか。ダイヤモンドの指輪ね、素晴らしいプレゼントですが、ただただ怖いだけじゃないですか。でもそれってなぜでしょう。はい、そうですよね。それはプレゼントした側がされる側にとってパートナーでも何でもない関係だから、そのプレゼントに全く納得感がないから受け取れないってことですよね。しかもそれがめっちゃ高価なダイヤモンド、内容は素晴らしいですが素晴らしいだけに怖すぎます。まあこれはね、ちょっと極端な例ですが分かりやすいと思います。自分がそれをプレゼントすべきなのか、判断材料はめちゃくちゃ好きかどうか、自分の仕事や立場を考える、そして自分の生い立ちなどがあると思いますが、それを考えることであなたのメッセージがより相手に深く伝わるかどうかが決まります。これもぜひ考えてみてくださいね。まあこんなことを言う僕ですが、少なくとも30歳ぐらいまで全くと言っていいほど今紹介した3つの P を意識することってなかったんですよね僕は。そしてね、いつも悩んでました。なんで俺の描く絵って誰にも評価されないんだろう。まあ今思うとね、伝わっていた部分もあったのかもしれませんが、自分としてはね、その実感が得られていなかったんですね。そんなある日ですね、長年付き合った彼女に振られてしまって、その時の彼女に
こう言われたんです。あなたにもらったプレゼント一つも嬉しくなかったって。え、ガーン。いや、めちゃくちゃショックでしたね。まあ振られたショックも大きかったんですが、それより何よりね、いろんなプレゼント渡したような気がするけど、何？全部嬉しくなかったって？マジで？いやいくらなんでもそれはないでしょう。結構取り乱しました。そしてね、割と深く落ち込みました。でも珍しく深く落ち込んだおかげで、僕はねやっと気づけたんですね。ああ、俺今まで相手のことをよく考えずに、相手がどんなことに興味があって今何が欲しいのか、何がして欲しい気分なのかを全く考えずに、自分があげたいものを自分が好きな時にあげてたって。まあかろうじてできてた P は、自分が彼氏という立場だということだけ、まあそこだけはギリギリ僕からプレゼントをもらうことに対して納得感はあったのかもしれませんが、逆に言えばそこにひたすら甘えていたんですね、僕は。というかその時の僕は、いや俺がプレゼントするんだから何あげても喜ぶっしょっていう感じで結構傲慢に考えていました。今考えると、ああめちゃくちゃ恥ずかしいです。でもだからこそ、そこから作品を作る時にも同じようなことを考えるようになりました。ああそうか、俺今まで誰に向けて書くか、その人は何を欲しいのか、いつそのプレゼントを渡して欲しいのかなんて深く考えたことなかったな。目から鱗がボロ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 、まさにね剥がれていった感覚でした。この絵は誰のために書くのか、その人は何を欲しいのか、自分ができることは何なのか、そういうことを考えるようになりました。そしたら徐々にだけど、僕の表現することと受け取ってくれる人の反応、それがちょっとずつちょっとずつ噛み合うようになってきて、評価されたという実感を得ることができるようになっていったんです。あなたにもらったプレゼント一つも嬉しくなかった、あの時はねマジで辛い一言でしたけど、彼女は僕にすごく大事なことを言ってくれたと思います。今になってね、正直に言うと、ひでえこと言いやがるってね、ちょっと半べそで一瞬恨んだ時期もあったにはあったんですが、彼女の立場で考えてみたら、そんなことを言わずに済ませた方が彼女にとっても楽だったに違いないんですね。でもちょっと面倒くさいのを押して、そんなメッセージを僕にプレゼントしてくれたんだと思います。今ではあの一言にすごく感謝しています。ありがとう。一つ目の P、 誰に何をプレゼントすべきか。二つ目の P、 いつプレゼントすべきか。三つ目の P、 自分がプレゼントすべきか。この 3P 問題を考えることで、あなたのメッセージはより広く、そしてより深く相手に伝えることができるようになると思います。ぜひこの考え方取り入れてみてはいかがでしょうか。そして相手にプレゼントを送るっていう考え方をもっと詳しく掘り下げたい、具体的にどうやったらそういうものづくりができるのって思う人も多いと思います。そんな時にはこちらの動画、完全解説、いいねされる絵作りの考え方、見た人を丸々に連れていくをご覧ください。この考え方ができるかどうかが、多くの人にとって他人に創作物が評価されるかどうかの大きな分岐点になると思います。あなたのものづくりの考え方をガラッと変えるきっかけになると思いますよ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。